NHK 連続テレビ小説虎に翼第23週、はじめは処女のごとく、後はダットのごとし。9月2日から6日までの予告、あらすじです。ネタバレになりますのでご注意ください。9月2日月曜日、第111回。弟、直明、宮間良樹とレミ、菊池明日美の間に子供が生まれ、ますます賑やかになった猪爪家。一方、星家では、智子、伊藤沙莉が高一のママ母、百合、よきみ子の様子がおかしいことに気づくのだった。時は流れ、昭和34年、1959年11月。原爆裁判は約4年間、27回にも及ぶ準備手続きを終える。いよいよ始まる公判に向け、弁護士の海野塚事務官は気合を入れ直しているのだった。9月3日、火曜日、第112回。昭和35年、1960年2月。いよいよ原爆裁判の口頭弁論が始まる。記者の竹中高橋勉は弁護士の海野から裁判の記録を記事にしてほしいと依頼されていた。一方、星家では智子の体調が最近優れないのは更年期障害が原因ではないかと指摘される。そんな中、ママ母百合の物忘れも少しずつ深刻になりつつあるのだった。9月4日水曜日、第113回。原爆投下は国際法に違反しているかどうか。原告被告双方が国際法学者による鑑定を求めた。そして竹中記者の記事によって原爆裁判に世間の注目が集まり始める。一方、星家では百合の認知症が進行していた。智子は高一、岡田将生、由美、前田乃々と共に懸命に百合を支えるのだが、智子自身の体調も優れない日々が続くのだった。9月5日、木曜日、第114回。昭和37年、1962年1月。原爆裁判は未だ続いていた。原告の一人である吉田美紀、入山典子が法廷に立つことを承諾し、広島から上京してくる。一方、星家では、高一の長女のどか尾崎一花の態度に不満を爆発させた由美が家を飛び出してしまう。登戸の猪爪家に連絡しようものなら大事になってしまうと考えた智子はどうしたものかと頭を悩ませるのだった。9月6日金曜日、第115回。昭和38年、1963年6月。桂田藤一郎、松山健一は、最高裁判事の一人に任命される。一方、甘味処、竹本で修行に励む梅子、平井若見、そして笹寿司で働く道を和田よりにも、人生の転機が訪れるのだった。そんな中、50歳目前になっていた智子は、更年期の不調を抱えながら、認知症の百合に向き合う。そして、その年の暮れ、昭和38年12月。ついに、原爆裁判の判決が言い渡される日がやってくるのだった。虎に翼第23週、主な出演者。伊藤沙莉、岡田将生、前田乃々、森田美里、宮間良樹、
菊池康美、よきみこ、井上祐希、尾崎一華、渡辺美穂、平井若美、和田より、塚地武雅、張民康、高橋勉、入山典子、平野紀成、松山健一。語り、小野町子。脚本、吉田絵里香。